ちは HR の新しいホイール、こんな感じでピッカピカのオールペンだと思うんですけど、32の GTR が入ったりとか、あの奥のカリナーはフルマンになるそうです。奥にちらっと見える996は1400馬力までチューニングされているそうです。皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はロサンゼルスに来ております。今回のロサンゼルスの目的は HRE オープンハウス、まあ、HRE の工場が、まあ、一般の人が入れるようになってやるイベントですね。 HRE 入った車がたくさん集まります。僕が去年やらかしてはないんですけども、事情によって参加できなかったオープンハウス、今回はしっかりお届けしたいと思います。一番のメインはそのオープンハウスなんですけども、それ週末に控えてて、それより前にちょっとドス入りしますんで、今日は LA の有名ショップを回りたいと思います。ただ今回ちょっとアポなしで行きますんで、まあ、どこまでお伝えできるかわかんないんですけども、あ、これ SNS 見たことあるっていうところを行ってきます。というわけでお楽しみに。というわけで今から、R1 モータースポーツっていうところ行ってみたいと思います。ここはかなり有名で、インスタも多分フォロワー35万人ぐらいいるショップです。で、まあうちで扱ってる、まあ、HRE とか AL13 とかその辺の有名どころのアメダン博士車もたくさん作ってるみたいです。で、ちなみに今回あのショップ突撃するのは私、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスと名古屋店の井村店長。はい。あれ、今回は無免ですか？無免です。はい、今回も無免です。はい、運転する気ゼロということで、あとはいつものカメラマン3人で突撃したいと思います。さあ、今 R1 モータースポーツに着いたんですけど、中でちょっと話を聞いたら、ちょっとお客様の車がたくさん入ってて撮影の方はダメみたいです。で、ちょっと見せてもらったところで言うと、車がだいたい10台ぐらい入って、まあ、みんなスーパーカーが入ってました。マクラーレン、フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニ。そしてやってることはタイホイール、まあ、うちと似たような感じですかね。 HRE とか、あと ADV1 がなんかオリジナルモデル作ってもらって、それ履かしたりだとか、まあ、あとは車庫台にしたりだとか、あとはメインなのはマフラー、なんか GT3 の音を聞かせてくれるみたいなんで、それだけは撮りたいと思います。めちゃくちゃいい音してる。どれだけこの音圧感が伝わるかわかんないですけど、めちゃくちゃいい音しますね。すげえ乾いてますね。あんな音出るんですね、992で。開発に2年かかってるらしいです。なんか聞いたことない。また991とかそれより前の世代よりも音がやっぱり揃ってる。すっごいよくなんかメカが動いてる感じの音がします。さあ、続いてやってきたのはさっきの R1 からほど近いところにある412モータースポーツっていうところにやってまいりました。ここも、まあ、スーパーカーとか、スポーツカー、その辺の足回りとかその辺をやってるショップになります。で、さっき交渉したら撮影していいよっていうことなんで、なんかお届けしたいと思います。で、ちょうど来たら今撮影なんかもしてて、結構 SNS とか動画なんかにも力を入れてるみたいです。お邪魔します。こんな感じでホイールが展示してあったりとか、 MV とあとボッセがあったりとか、こっちも MV とボッセと、あとチャンピオンモータースポーツ、ポルシェのショップですね。そこのオリジナルホイールがあったりとか、 HRE とか、この辺は割と日本で皆さん剥がれてるホイール、割と同じ感じのラインナップじゃないかな。フィットもめちゃくちゃ綺麗で、ゲレンデがこんな感じで作業中だったりとか、これはグリルガードついてたけど取っちゃったみたいです。この後何するのかちょっと聞いてないんですけど、で、こんな感じで絶賛作業ナウな車がたくさん入っております。あ、これ AL13 の新しいやつが割とこんなの入ってるのが止まってたりとか、そしてなんとSL63 がもう早速入ってるって、これホイール純正ホイールかっこいいですね。これ
これナイトパッケージってことですか。マーカーやっぱいいな。こんな感じで SL の奥さん。そして先ほどいろいろお話お伺いしたら、なんと飯村さん見たことあるって言われてましたよ。多分人違いだと思います。本当っすか。そしてこの辺 GLE63S かな、フルラップされてるの。ラッピングもかなり綺麗に貼れてますね。なかなか日本じゃこんな色にするのはないんじゃないかなと思うんですけど、またこれがカリフォルニアのこのヤシの木とこの青空にめちゃくちゃ似合うという。そしてこっちもいろいろ作業してて、あ、7シリーズも7、まだ日本であんまりいじった車いないと思うんですけど、アメリカ結構いるみたいですね。あ、フォージアートのこれ何インチだ。あ、24。フォージアートの24インチが測れてます。そして漏れなくフルスモーク、いかつ。こんな感じです。いや、7今いじったらめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。まあ、このスタイリングちょっと僕もまだ正直見慣れないですけど、これはいじったらかなりかっこよくなるポテンシャルはあるんじゃないかな。ドイツ BBS19 これ履いてペッタペタ、35GTR があったりテスラがあったり、この辺は従業員の車だったりとかってことなのかな。412モータースポーツ見せてもらいました。社長がなんか F8 乗ってるってことで、じゃあその動画をぶち込んでおきましょう。次行きますよ。続いてやってきたのはおなじみプラチナムモータースポーツです。前回撮らせてもらってるんでダメってことはないと思うんですけど、突撃したいと思います。さあ改めまして、撮影していいってことなんで、また中の様子をお届けしたいと思います。ご覧ください、こちら。あと車になってる SLR、 これ外装だけですけどコンプリートか、外装コンプリート、これやばいっすね。これやばいね。これ全部ボンネット交換、なんかこのダクトをなんか外して塗ってるとかなと思いました。で今回これホイール交換して HR になってるんです。あ、今回変えてんの。もともとマンソリーって言ってなかったです。多分。あ、なんか言ってた。はい。今カメラマンが通訳中です。はい、ということで、やっぱり入ってる車やばいです。で中カリナンとかウルスとか、ウルスもなんと車になってるウルスがバンバン張ってて。でここはもうビバリーヒルズとか本当に近いんで、もうそういうセレブとか有名人の車がたくさん入ってるショップです。ウルスも入ってて、ボンネットとかバンパーも外れてるっす。相変わらずやべえっすね。やばいね。でそっちもウルスが入ったりとか。 EQS も早速、これ何するのか聞いてないんですけど、早速入って、でもバンパー外れてるのラッピングっすかね。リアガラス、あれ日本設定ないんすか。ない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 、全部プライバシーということで、アメリカ仕様なんでクリアガラスけど、なんかフルスモになっちゃう気がします。なんないのかな。で奥ではカリナンが作業中だったりとか、あとご覧ください、日本じゃまず見る機会もない。26インチ、2952526、荷重指数102。どうなんだろうこれ、こんな薄くて本当に102取れてるのかどうか。超ドデカアイアン。最近なんかカリナンとかみんな26入れたり、レンジとか。あ、これ新作なんだ。あ、これちょっと、あ、これ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 、あ、新型のゴーストに AG の新作のディッシュのホイール、これやばいっすね。かっこいいね。こんな感じでプラチナムでも面白いっすね、やっぱり、ね、新しい車入ってて、ね、毎回毎回違うもんね。そうですね、ホットな車がやっぱり入ってますね。こんな感じでもう本当になんかこう忙しいんだろうなっていう感じの、ちょっとこう乱雑な感じしますけど、それでも本当にビバリーヒルズとかのセレブたちがこぞってここで車を作ってると、もうあのカリナンめちゃくちゃ有名ですね。こんな感じがプラチナムモータースポーツでございます。続いてやってきたのはこのベンツワークスっていう、ここもヨーロッパ車触ってるところですね。中潜入してみたいと思います。潜入できればですけど、できました。めちゃくちゃいい人で、急に来たのにベンツワークスステッカーとベンツワークスウォーターをもらいました。
はい、で中に関してはちょっとあのお客さんの車がたくさん入ってるってことなんで、撮っていいとことダメなところがあるんで、中に関してはちょっとお伝えできないんですけれども、でなんかめちゃくちゃ車が好きなお客さんがいるみたいで、なんかそのスリックタイヤ履いた車とか、さっきと持ってくるような車がたくさん入ってて、でカスタマイズというよりかは整備とかチューニングがメインのお店みたいです。できる限りお届けしたいと思います。で中はこんな感じでシリンダーブロックのテーブルがあったり、あとエンジン、ちょっとピットの中押せないんですけど、エンジンがいっぱい下ろされて修理だったりチューニングされてるんですね。これは何のエンジンでしたっけ。これ MGGT ブラックシリーズ、ブラックシリーズのエンジンですか。 M178 かドライサンプルということで、なかなかこんなの降りてる機会ないんですけど、ドライサンプルのエンジン、こういうのも平気で下ろしてるお店です。ちなみにピットにはロールズの12気筒を下ろしてエンジンハンガーに乗っかってるやつもありました。さっきお店を案内してくれたオーナーです。こんな感じでピッカピカのオールペンだと思うんですけど、32の GTR 入ったりとか、奥は多分お客さんのコレクション、カップカーとか993とか、奥にちらっと見える996は1400馬力までチューニングされているそうです。あとなんかリバティアメリカ1号車の E92M3、 これもセマに出してた、こんなのも入ってたりとか。これはですね、僕の説明じゃ伝わらないんで、あの SNS とホームページ見てください、みんな、はい、でこっちの奥の方はブラックシリーズが入ってたりとか。ホイールとかってあんまりあの積極的には販売してないそうです。チューニングと整備修理がメインみたいです。ただお客様からの要望で、まあ、交換することもあるということで、こちらのブラックシリーズだとロッティフォーム廃材とか、あとは工場の端っこの方に HRE の箱が積んであったりしました。この辺もだって買ったら多分今とんでもない金額じゃないでしょうか。この辺がお客様から預かってる車ということで。さあ続いてやってきたのは超有名ショップ、ボーデンオートハウスでございます。こちらはもうインスタめちゃくちゃフォロワーいるんでご存知の方も多いと思います。もう入ってる車がやばい。というわけでフルラップされたカレラ GT、 こっちはホイールノーマルですけど、こっちは HRE の新しいホイール、去年のオープンハウスで発表されたホイール早速入ってます。そしてこっちは純正色かな。そして奥にもルビースターネオの992が入ってたりとか、これは 512TRHRB 馬力かな。で GT3 も、まあみんな HRE ですね。でなんとカレラ GT がもう1台、カレラ GT3 台っていう光景もなかなかないんじゃないですか。で全部ラッピング、紫色と緑と蝦夷色、こいやめちゃくちゃかっこいいなこれ。これなんか塗装っぽい。これ塗装なんですか。うん、純正色だけど。ああ、だから表面ちょっとゆらゆらってしてるけど、これ純正色なんだ。失礼しました、これ純正色みたいです。これ違うな。でボーデンオートハウスといえばマフラーが有名なんで、あの前回来た時マフラーの音聞かせてもらいましたけど、音がまあやばいという。これノーマルホイールかと思ったらこれも522履くんですか、うん、これ3台522履いたカレラ GT やばいっす ね。そしてカレラ GT のドア取ってるの初めて見たんですけど、やっぱりボディ全部カーボンなんですね。確かに、シルバー、ブラッシュ、ポリッシュ、あやばだ。同じホイールでもなんかそのフィニッシュ変えるだけで全然違って見えるから面白いですよね。飯村さん作った車も、はい、なんかこうまるっきり同じでもいいと思いますけど、うん、はい、色だけ変えるとか、そうね、はい、ね、フィニッシュだけ変えるとかめちゃくちゃおしゃれですね。